巨栄子は、日本の作詞家、作家。東京都生まれ。父としのぶは、台湾人、母は、日本人。父方の祖父は、貴族院直選議員元兵日本音楽著作権協会制、会員日本作詞家協会会員日本、訳詞家協会理事1976年から1985年公文社の、JJ、マガジンハウス、アンアン、小学館。 キャンカムなどの雑誌記者。サーファー、ハマトラ、ヨーガ、若く見える方法など、様々なファッション、美容、健康ページのライターとして活躍。サーファーをファッションとして、初めて女性誌で扱う。柳瀬隆の助言で作詞家を職業として意識し、作詞家康ンか音楽プロデューサー金松光との出会いで作詞家の道に入る。1985年に作詞家デビュー。 中森明菜のサンドベージュ砂漠へマイナスでシングルデビュー。1989年小学館雑誌パレットに小説執筆。ビクター音楽カレッジ作詞講師1991年著書自分に素直なところ好きだからソニーマガジン図鑑。2004年作詞、小説の執筆、プロデュース、作詞の講師をしながら体調を崩したのをきっかけに ポリスティック医学への関心を高め、心身の癒しと作品の世界観が深くなることを追求。ありがとうございます。